さて、行政機関や多くの企業は今日仕事納めとなります。都庁では知事不在の中初めて迎える新年に向け、局長が職員を前に1年を締めくくりました。こちらスポーツ振興局では、今年はオリンピック決定、そして国体も成功裏に終わったということで、これから仕事納めのセレモニーが始まります。スポーツ振興局は、今日で退任となる細井局長が職員から花束を贈呈されると、およそ200人を前に1年の労をねぎらいました。本当にこの1年ご苦労様でした。激動の1年でございました。本当に、まさにスポーツイヤーということで、本当にスポーツに始まり、スポーツに終わると皆さんに期待しておりますので、本当に頑張っていただきたいと思います。一方、都知事選の準備を進める選挙管理委員会は、急遽各区市町村の担当者を集め説明会を行いました。急に決まりましたんで、6ヶ月間でする準備を1ヶ月で行いますから、かなり大変です。準備期間が非常に短いところがありますので、ミスがない確実な選挙をやっていきたいと思ってます。知事選は来年2月9日に投票、一部の職員は年末年始も返上で準備をするということです。